おはようございます。今日は御用松、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 顔出しかな、これ予想じゃないと思う、ちょっと後で足元見てみます。うん、お祭りで買ったんですよ、あのフェスで。え、この間のこの間のフェスで出て、ちょっと様子見てたんですけど、うん、ちょっと一日売れ残ったやつを多分生徒さんがすぐ買うと思ってだったら僕買おうということで買いました。ちょうどいいサイズだな。うん、かっこいいですよね。いいんですよ。これをちょっと先生にどうにかしてもらおうと。ちょっとね、これコケ取って、はい、足元見てみます。足元。うん。株立ちか、それから寄せ植えか、ちょっと分かんないんだよね。そうですね、どちらも足元見て、あ、くっついてるっぽく見えますけどね。これみんな苔取っちゃうよ。はい。あら、これ1個だ、これくっついてますよね。うん、寄せ植えじゃないよ、これ、ほら。わ、すげえ。すげえな、これ、ちゃんと本当に、うん、これすごいな。ちょっと足元きれいにしますからね、これね。ちょっとまだ木が若いけどね。これいい骨格がいいよ、これ。うん、ラッキーだね。めちゃめちゃ、これは少ないって言ったもんね。そうです、これ少ないですか。でも残ったもんね、あの時ね。ちょっと入ってで、ちゃんとツイートもして残ってたからね。これいい残ったね。ちょっと黒男なんですね。ああ、そうなんだ、うん、まあね、何だか分からない。もう容疑ではないからね。じゃあ僕も黒男に、うん、なりましたか。ああ、よかった。全然手を動かさない黒男やってもらうっていう。何だろうな、黒男です。ああ、そうですか、よかった。ちょっと一回木洗うか、これ外で。洗いますか。洗っちゃうね。うん。うん、はい、なあ。面白い。全然合成しない。いいですね。いいね。こっちだ。これだよ。ほら。ああ、はあ。いや、かっちょいい。うん。どっち流れですかね、これ。どっちするかなんで。これを、右流れですか。右流れ。それを下げて。これ、こうに立てて。そっか。できればこう、親が立った方がいいんだけどな。うんうんうん。針金の角具合だね。なるほど。それからやりましょう。はい。流れを決めなくちゃいけないけどね。そうですね。じゃあ足元整備してから、ね、いや、よく小雪見つけたね。うん、よかったです。だいぶ目が超えてきたじゃないか。本当にこれ出世する木だよね。そうですか。じゃあ枯らさないように気をつけないと。だけの太さは立てるの厳しいかもしれないけどね。まあまあ太いのは太いですからね。こっち正面にして、正面はそこ、うん、全部こう幹が一本ずつ見えるような形でこう正面にして、こう来てこんな感じ。ここが正面、うん、ちょっといいですか。幹がこう全部見えず重ならないで、あ、植え方もちょっとこっちに、この植え方、うん、植え方ちょっとこう角度変わるか。なるほど。これがやっぱ主木になるんですか、この。これ主木、これ。これもっと足せる。動くからこれ。じゃあこっち下げていくるんですか。うん。ああ。じゃあちょっと最終的にどうなるか分かんないけど、うん、一応これこうまとめちゃここで多分こうできると思うから。いいですね。うん。うん。こんな感じで。面白そう。じゃあ枝と葉っぱ整理していきます、これ。枝抜き切っていく。うん、枝は抜かないで葉っぱだけ整理してきます。枯れ枝取ります。ほら、枯れ枝と枝取ってきます。これフルッパを取ってる感じ。フルッパとね、あと芽がいっぱい出てるところがある。
これほら、このままじゃ針金かけられないんで、うん、少し目取ってきますこれ、はい、大体交互にこう出していくような感じですね。フルパーもついてない、フルパーそんなについてないねこれ ね、 ですよね。目の整理だな、大体こんな感じで整理していきます、うん、目が吹きすぎてるところを取っていく、うん、針金かけられるようにきれいに取ってきます。この分かれ目きれいにしていきます。このほら、この目が2つあるけど、はい、完全に独立してないでしょ、うんうん、これを分けてやらないと、うん、2つに、これ2つになってから、はいはい、間の葉っぱ取ってやる、これ2個取ってしょ、こっちとこれ2つで分かれて、ここに葉っぱを修理していきますから、これもほら3個あるね、こう2個にしてきます。うん、二股二股にしていくから、うん、そうで交互に右左右左って出していくような形。1、2、3、4、5、6個あるな、ここ、うん、この枝に、はいはい、これを取ります。これがこう寄ってくると邪魔になる、うん、ちゃう。詳しく聞いていいですか。今4つぐらい芽がついてるんですよ、ね、これ。こうやって上から見るとこういう葉っぱがいらなくなる、これ、うんうん、枝より手前に出てるでしょ、はい、これ、はい、あとここの枝の間から出てるやつ、こういうの、うんうん、そうするとこれ一個の芽がちゃんとこう分かるようになってくるんですよ、はい、だとこっちここもほら間に出てるでしょ、はい、これを食べる、そうすると芽分かれ芽がきっちり見えてくる、はい、あと下にも出てくる、これ取っちゃう、ここ分かるかな、ここの葉っぱ、はい、それからここ、はい、これが去年の葉っぱなんですよ、はい、でこれはもう必要ないからこれ取っちゃうんですよ、今取ってるのはこれ取ってますからね、これ、うんうん、これこれで3つですか、芽が、うん、3つ、これ3つだからこれ1個抜っちゃいます。この時詰めちゃうか、どこ真ん中ですか、これ長さ詰めるんだったらこれ取る、うんうんうん、でこういう子供が使うんだったらどっちか取る。だからそんな長くいる、あいるかこれ。こっちに上がるんだから長くてもいいや。これ取っちゃう。はいはい、なるほど。まあ、この真ん中が芯だからってことですね。そう。伸ばすならこれを残す。伸ばすだったらこれ。うん、これ取って。で詰める輪郭もっと下げるんだったらこの真ん中取れば少し短くなる。なるほど。それ以上伸びないから。うん、もうちょっと取ってきます。これ境目わかりますかね、ここが境目、うんうん、これが去年の葉っぱ、はい、これが今年の伸びた芽ですから、これを取る、で枝分かれの葉っぱを取る、そうすると3つあるかな、これ、うんうん、1、2、3でしょ、だからこれ近すぎからこれ取っちゃう、うん、ほら、ちゃんと枝分かれがきちっと見えるでしょ、これ。はいはいはい。こういうふうに取ってきます。これを全部やっていくと。うん、これやって全部、一目ずつ。だから、ちょっと時間かかる。すいません。枝抜きをここから、うん、このままだとね、ごちゃ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 してる感じで、これ木見るとこう凍った差がないの、そうですね、高さがね、大体同じ高さだから、うん、それどうやって作るかっていうと、やっぱりこういうとこ空間作ってやらなきゃいけないと思う、はいはい、例えばね、これをこう抜いちゃうとか、ほうほう、これ、うん、これがなくなるって形、ほうほう、でこれどっち、この状態だとこっち側だとこっちが幹になってるんだよね、これがあるためにこう後ろの奥行き邪魔してるから、うん、これこう抜いちゃったわ、
こんな感じ。ここが交差しちゃってるんだよね、この木と、うんうん、この木とこれ、うんうん、こういうバッテンになってから、はい、これ抜いちゃおうかな。いっちゃいましょう。抜いちゃっていいかね。いいですよ、もう先生の思うがまま。自分の木じゃないから。いくらかこう方向がつくと思うよ。まあまあそうですね。それだけこれ取ってみます、うん。それ抜いちゃうと全部左流れに見える。うん、切るよこれ。切っちゃうよ。はい。値段下がっちゃうよ。値段下が上がります上がります。切るです。はい、ありがとうございます。いくらかこう隙間が出てきたと思うので。そうそうそう確かに。うん。あとねこう上から見るとこういう貫抜きとか、うん、これ。こう貫抜きでしょ。貫抜き。こう貫抜き、はいはい。で、太さが同じ。だからこういうの抜いていかなくちゃいけないと思うんです。そうですね。これだから、これは一個取ってきますね。はい。あ、これが上に向かってんだ。これ取ります。で、この、これ抜いちゃう。で、これはおまけでつけときます。はい。ずっと向いていくと、これちゃんと、これはちゃんと出てるね。うんうん、いいですね。ここだ。これここが見るとこれ3本になってるように見えると思う。それで、あとこの目は近すぎ。針金で描くの邪魔すから、これ取っちゃいます、こういうの。分かる目はっきりさせたら、はい。これはちょっとこれ抜きます、これ、はい。同じところから出てるように見えるんで、うん、こういうふうに。それで、太さがこの幹と同じ、芯と同じ太さだから、これ取っちゃいます。はい、これ下出てる前ね、はい、うん。この辺もちょっとおかしいけど、これ針金かけながら外してきます。はい、これは交換抜きだって。ああ、交換抜き。これ取ります。はい、この枝があると、この下に向かって出てるんですね。そこどっかしとこうか、後で取るか。かけながら。うん、取っちゃう。取っちゃう。最初からなかったと思うようにだ。基本的に貫抜きと忌み枝を。そう。だいたい下向かって出てる枝と、うん、貫抜き、はい、あとこれ徒長枝ですね、はい、例えばこの枝がこう V 字型がもっとこう締まってきますから、うん、これ邪魔するでしょこれ。なるほどなるほど。で上に出てね、これいらないと思う。これは取ります。眼鏡かけた後の、うん、邪魔になるから。でこれはこうなってきて、あとここだな、ここにちょっと残してます。これがこうなって、これはどうするかなんですよね。これしっかりした目だから、これを生かす方法を取るか、それともこれ取っちゃうかって。これを生かす方法だと、これがこう取っちゃって、これがこう上がってくるとか。一応これここはこのまましておきます。こう見ると太さっていうのはかなり強弱があるんです。これかなり孫みたいな細い毛、うん、これちょっと残しておきますね。これ本来ならこれ取っちゃうかもわかんないけど、うん、これ残しておいて太さの差っていうのをこう見せるような形でこれ残しておきます。これ一番細い枝。わかりました。コントラストですね、うん、だいぶ透けてきたでしょうか、ね、うん、針金かけるまでこんぐらいはやっとくと、うん、だいたい針金かけられる。松いじる場合ね、あの話すると上から手入れるんですよ、ここに、うん、これ見てください。こうやって入ったら葉っぱ折ってるの、これ、うんうんうん、痛むじゃん。上から入れてた、うん、必ず下から手を下からで1週間もするとね、茶色くなってきて、葉っぱは葉が痛んじゃん、うん、必ず葉が折れちゃうから、うんうん、必ずこう手を下から入れるように。針金かけの時もそう、うん、そうですね。これはあの慣れるしかないんですけどね、うんうん、意識してやっていかないと。松の場合はこれ葉っぱが細かいからまだいいんですよ、はい、長い葉っぱだったらもう完全に折れちゃうから、うん、こうに入れるんです、はい、こうほらこうやって入ってくる、うん、これ切り切って保護しておきますから、はい、じゃあ針金かけていきましょうこれ、はい。針金かけんですか。はい、ちょっと普通のテンションで、はい、そうそう、もうかっこいいね。これもうちょいこれぐらいにしてもいいと思う。おー、まあね、ちょっと今上がりすぎてね、これぐらいにして、下がちょっと寂しいよね。あ、うん、あ
ワンポイントですね。ワンポイント？これ iPhone で写真大体みんな撮るじゃないですか。はいはい。で iPhone のカメラって魚眼じゃないですか。逆で凸じゃないですか。うん、うん。だから1倍で撮ると周りが広げて見えるんですよ。それをズームすればそれがだんだん弱くなるんで、はい、そうやって撮ると綺麗に撮れますよ。いいですよってね。っていうこと。ただ僕の2倍の方は壊れてるんで、こうやってやると自分でズームしなきゃいけないんですよ。じゃボケちゃう。普通ねそこの2倍ってボタンがあるんで、ね、2倍ボタン押せばいいんですけど、うん、ボケちゃうんで僕は 1.9 倍で。ワンポイント。ワンポイント。でもこれやるだけで。水盆点とか綺麗に撮れるんですよ。そうですね。一番綺麗に撮れた。うん。まあ単純に広角だから、そうそうそう、本来の形じゃない形で写りますからね。だからより人間の目に近く見せるには、うん、2倍ぐらいにした方が綺麗に撮れる。カンタのワンポイント。ワンポイントアドバイス。写真の撮り方を教えてくれてます。昼間さはミラーなってたんですね。そう。あと背景が白いときは明るさが暗くカメラが認識するんで、少し明るくして撮んないとグレーに撮れちゃう。ということはここはまずいって言うんですかね。そう。でも iPhone ならその後ね、画像処理で明るくできるんで。レタッチして。